はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は、能力を磨いていく上で、まあ、分かっててもできないっていう謎、一体何なのっていう話をしていきます。なんか分かっちゃいるけど、でも行動に実際できないっていう人たちが多いと思います。僕もその一人だったりするんですけど、まあ、それって一体なんでなのっていうことを、考えていって、で、それを克服していくためにはどうしたらいいかという、そういうお話をしていきたいと思います。まずはね、会社でよく言われる、OJT というですね、まあ、社内トレーニング、オンザジョブトレーニングってやつですね。はい。まあ、社内で行うトレーニングなんですけど、例えば営業活動なんかっていうのを例に挙げると、まあ、ベテランとね、新人っていうのが客先に同行して、まずはベテランの人がお客さんと実際に商談をしているっていう、まあ、お手本を見せるって、まあ、よくある光景だと思います。で、その上で次、まあ、それを2、3本繰り返した後に、じゃあ、次お前やってみろっていう形で、次に新人の方がそのお手本通りに商談をしようとするんですけど、当然ながらうまくいくことってなかなかないと思うんですよね。そこでベテランの人がなんでここでこう説明してこういう風にヒアリングしたらちゃんと成績取れるじゃないかっていうお客さんとクロージングできるじゃないかっていう風な話をするんですけど、これっていうのはちゃんと話聞いてなかったのかっていうとそうじゃなくって、きちんと学んでないわけじゃないんですよ。メモ一生懸命取ったりとかどんな風に喋ったらいいかっていうのは頭の中でなんとなく分かってるんですけど、分かっていることと分かってて行動することっていうのは脳の構造がそもそも違うんでうまくいくわけないよねっていうことを知らないっていう人が多いという話なんですよ。じゃあその脳の構造をこう知っていきながら分かっててかつできるっていう風にしていくにはどうしたらいいかっていうのが今日の話になっていきます。で、分かっててもできないの克服っていう話なんですけど、皆さんいろんなことを知ってると思うんですよ。知ってるんですけどできないんですよ。例えばどんなことがあるかっていうと、勉強はしたけどテストで点が取れないとかね。それからスポーツでイメージ通り体を動かせないと、これを例にとっていいのかわからないですけど、で、運動できない芸人ってアメトークであるじゃないですか。アメトークの中で、こう、花輪さんですね。ナイツの花輪さんが、こう、いろんなプロスポーツ選手の名前を出して、俺は何々だっていうふりしてやるけど、なんかエビゾリショットみたいなね、いうのがあったりとか。それから、気持ちは十分あるけど、行動できないっていうことがあるんですよ。例えば、ダイエットの話なんかでいくと、理論的にはですよ。理論的には、摂取カロリーが消費カロリーよりも少なければ、痩せることっていうのは非常に簡単にできるんですよ。なのに、できないんですよ。これって不思議な話ですよね。だから、1日の、消費、摂取カロリーっていうのは、大体まあ、成人男性だったら2500、女性だったら2000みたいな言われてるんですけど、1500とか1000とかしか取らなくて、で消費カロリーっていうのは、まあ、新陳代謝うんぬんとかで1500くらいを勝手に消費されていくんで、1500、1日何もしないで消費されるプラス、ちょっとした運動っていうのをやって、200でも300キロカロリーでも消費することができれば、痩せれるのにでも痩せれない。なんでなのっていうと、食事はしてないとか運動してないとかって、そういう裏があったりするんですよ。それはなんでって言ったら、分かって、理論的には分かってるけど、何かできない理由があるということなんですよね。じゃあ分かるって一体何なのっていう話をすると、まあ、一度実際に行動に移してみて再現することができるかどうかっていうのが一つの線引きになります。つまり分かるっていうのはイコール運動化できること、運動できることじゃなくて表現できることっていうことなので、運動化できることなんですね。つまり行動したり表現できないっていうのは実質分かっているというふうには言うことができないことなんだっていうお話なんですよ。なかなかシビアっちゃシビアですね。じゃあ脳の構造として見ていたらどうなるかっていうと、例えばめんどくさくてやらないっていうことも含めて、脳がやり方を記憶していなかったりとか、分かってないからアウトプットするための体を動かすことっていうのができないですよ。つまり考えることができるけどできない、分かっているけどできないっていう状態は、だから脳で理解しているっていうところと体を動かしましょうっていうところがリンクしてないから体を動かさないんですよ。分かっているつもりになっちゃうっていうことなんですね。で、考えなくてもいいイコールが結局できるという状態ですよっていうお話なんですが、リンゴダイエットとかバナナダイエットってもう何年前とかですかね、もう10年前とかそのくらいになるんですかね、に流行ったのって皆さん覚えてらっしゃいますかね。まあ、一時期ブームになったダイエット法のそれぞれです。で、効果があるかどうかっていうのは実質、別なんですよ。実際なかったっていうのが、まあ、今となってはもう結構、表だって言われてる話なんですけど、なぜじゃあそれ自体、そのダイエットが成功するしないは別にして、なぜリンゴダイエット、バナナダイエットという行動ができる人が多かったのかっていう話をすると、ダイエットって通常めんどくさいものじゃないですか。例えば食事に限っての話でダイエットを進めていこうと思うと、これって食べていいのかとか、一日のこの食べた摂取カロリーってどうなのかとか、栄養のバランスはどうなのかっていうのを、こういった考え、手間を発生させてしまうのがダイエットを失敗させる要因の一つなんですよね。だから食事に気を使ってダイエットをする
のであれば、さっきの今挙げたような栄養バランスどうとか摂取カロリーどうとか何食べていいのとかっていうような3つのような食べ物について常に考え続けなければならないしんどさっていうのがあるんですね。これが挫折をさせてしまうポイントだったりするんですよ。ところがバナナダイエットとかリンゴダイエットって手軽なダイエットだからできるんですよね。実際にそれで痩せることができたかどうかっていう話は一旦ちょっと脇に置いといて、リンゴバナナを食べればいいっていう手軽さはもう本当に買うのさえ忘れなければ調理をすることも必要ないし、リンゴなんてね、もう皮の表面さえきれいに磨くことができればもうシャリシャリそのまま皮ごといけるじゃないですか。バナナちょっと剥かなくちゃいけないんですけどね、バナナは、うん、それだけでダイエット完了なんですよね。だから誰でもできたっていうことなんですよ。はい。でこれをじゃあ仕事、まあ日常生活も含めてね、応用していくとどういうことかっていうと、できるっていうのはイコール考えなくてもできるっていう、考えなくても自然と体が動かせれば OK っていうことなんですよね。だから例えばバナナを食べるときに、バナナを一本ね、皆さん目の前に置いたとして、これをどうやって食べればいいんだってわからない人いないですよね。リンゴこれどうやって食べようって、まあ丁寧にそのうさぎさんにしてとかって切って食べてとかだったらまた別かもしれないですけど、そんな人いないと思うんですよね。うん。で、例えばじゃあ日常生活とか仕事の中でタスク管理、まあタスク管理仕事しかしないかタスク管理してて、大抵の人っていうのは面倒だからできないんですね。例えばタスクを分解する、一つの大きなテーマをこれやりましょうってなった時に分解していきます。で何やるか書き出していきます。でできているかどうかっていうのはチェックします。でうまくいってなかったら修正します。めんどくさいってね。で進捗がいいのかどうかっていうのを自分一人だけじゃわからないから、上司とか、プロジェクトメンバーの人たちにこれでいいと思う、どう思うっていうふうに判断を合うというふうに、どれもこれもめんどくせえっていう話なんですよね。でじゃあ結局どうすりゃいいのっていうところなんですが、これはね、タスク管理を振る側の人間がタスク管理を実際に行う人間に関して、例えばですけど手続きを分解してこうやったらいいんだよ、ああやったらいいんだよっていう、でしかもそれを付箋で渡してあげるという、まあそういうことをしてあげることによって 1ヶ月後とか2ヶ月後には苦もなくできるようになったっていう、まあそういったお話もあったりするんですよ。でたったこれだけって思うかもしれないですけど、たったそれだけなんですよ。ところがそれをやらない。でからくりは一体何かっていうと、タスク管理のツールの使い方を教えます。これがまず第1段階です。でこれだけだと覚えるのに必死で疲れて終わってしまうんですよ。僕もよくわかるんですよ。何かっていうと、システムを僕販売している営業マンなんですけど、それを売った時にそれを窓口で受け付けて、実際にデモ画面とかをお見せした人に関しては使い方っていうのはわかるんですよね。わかるんだけど、それを見た人がじゃあ実際に現場の人たちにこうやって使うんだよっていう風に派生させていくにあたって、ここで失敗するケースっていうのがあるんですよ。なぜかっていうと、覚えたりとかってするのに必死になって終わっちゃうからなんですよね。だから使い方を教えたら、実際に使っているところまでを見せて、できるようになるまで指導。だからこうやって使うんですよって見せるだけじゃなくて、できるようにするっていうことまでの指導を行うということが重要だというお話なんですね。でこれって多くの場合は使い方というマニュアルだけを与えて満足するケースが多いと思うんですよ。ところがそれでは理解したっていうふうには言い切れないので、どうしたらいいのっていう質問ラリーが起こるんですよ。どうして使ったらいいんですか、こうやって使ってください、じゃあこの場合はどうしたらいいですか、いやこの場合はこうですっていうラリーが続いて、結局質問ばっかりするけど自分で使わずに使っているところを見せる一方になってしまって、使い方が最後の最後まで分かりきらないまま終わっちゃうという、そんなことなんですね。でそれに対してまだできないのかではなくて、もう本人たちにとってはまだ分からないっていう状態を結局脱することができてないんですよ。だから一から全部トスせずにアタックだけ打てれば第一なんかクリアっていうところまでを手引きしてあげるんですよね。バレーボールなんかを始めても、最初にサーブってそのレシーブ、トス、アタックまでのそのまあレシーブ、トス、アタックって3段階があるとしたら、そのアタックを打つだけでいいよっていう状態にやらないと、そもそもレシーブができないのにレシーブさせようとしたところで、次の2手目のトスにつながるわけがないんですよね。それをいきなりさせちゃってるっていうことが問題だということなんですよね。で、当然ながら最初からできる人っていうのは少ないわけなんですよ。入門書を読んで自分で体を動かしてできる人っていうのはもう本当にごく稀です。もうそういう才能ある人たちが集まればいいなと思う一方で、そういう人たちばかりじゃないというか、むしろそういう人たちが少ないのが現実です。ですから、やり方っていうのは得てしてすぐにできる人っていうのは、まあ、多いんですよ。ところが、できると、やり方を理解はできるけど、それを
実際に行動に移してできるっていう段階にたどり着くためには時間がかかるんですよ。だからこのできるっていう状態を作ることっていうのはやっぱり指導する側なんですよね。で、そのいくつか前の時代、動画の中でやっぱりこうシステムとか、まあ、IT の進化するスピードが早まっているから人間もそれかそれ以上に成長していかなくちゃいけない。でもそれって実際追いついてないよねっていう話をしたところではあるんですが、やっぱり指導する側の問題なんですよ、このあたりっていうのは。ここが責任を持ってあげないといけないと、指導する側がね。で、ここに面倒くささっていうのを感じているのであれば、ね、そこまでなんかこう丁寧に細かくやってあげるなんてそんなことできないよみたいなことをね、中には言う人もいると思うんですけど、じゃあそれっていうことはその人自身もまだできていない状態なっていうことなんですよ。これ現実です、はっきり言って。で、本当にできるっていう状態を作るためにはやり始めようとする面倒くささとかを乗り越える工夫と、それから脳に記憶が定着して自然と体が動くようになる工夫っていう、この二つが必要になってくるんですけどね。指導する側とか、まあ教える側とかに関しては、人に教えることができて初めて自分も理解できている行動に移せているっていう、こういう一つの線引きを意識して、ぜひ取り組んでみていただけたらというふうに思います。その上で、じゃあそのできるっていう状態を早く作っていくためには、今言った、やり始めようとする、そのめんどくせえなって、いうのを乗り越えても考えなくてもできるっていう状態、プラスアルファ脳に記憶が定着しても勝手に体が動くっていう状態を作る工夫って、この2つをしてあげるとできるようになっているという状態が完成するという、そういうお話でございました。ということで本日はですね、分かっててもできない謎ってこういうことなんですよっていうお話をしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。